皆さんこんばんは。ホーム 6.9 ということで、皆さんね、配信で、お家でご覧いただいているかと思います。続いては大島理沙、私がお送りいたします。それでは、早速ですね、1曲目、甘やかしてという曲を聴いてください。してほしいだけさ。
がとうございます。甘やかしてという曲でした。改めまして、こんばんは、大島ありさと申します。よろしくお願いします。今ね、ご自宅でご覧いただいている方々がたくさんいらっしゃる、このカメラの向こうにね、いらっしゃるんだと思うんですけれども、まあ、普段私も配信ライブもやらせてはいただいているんですけれども、こんな風にねサーキット形式で、いろんな会場でね同時に配信しているっていうのは初めてなので、おそらく、どこのね会場に行こうかホームセブン、かなりねタイムテーブル困っていた方にとってはある意味良かったのかな、あちこちのところすぐね切り替えて見ることもできるので良かったのかなとも思ったりしております。今回、ホームセブンは開催できませんでしたけど、コンビレーション CD ね、毎年、ありがとうというコンビレーション CD をユニオンフィールドさんは作っていらっしゃって、今回は7が出る、7が出る、7と言った方がいいのかな、が出るんですけど、私はね、ありがとう2に、コンピレーション CD の2に出させ、参加させていただいておりまして、その曲を次に歌おうかなと思っております。はい、では、続きまして、こうやって、歌わせていただく会場を提供していただいている、ライブハウス、ライブバー、皆さん、そして聴いていただいているお客様もいないといけないので、そのお客様含めてですね、皆さんに向けてありがとうという気持ちを込めて、歌おうという曲を聴いてください。
それぞれ生きてきた場所も年月も全く違うんだけれど、こんな風に一つの場所で出会えたんだから、でした。今日はですね、いつも私は一人で弾き語りをしていることの方が多いんですけれども、せっかくこういったね、いろんな方が出る機会ということもあって、一緒にサポートしていただけませんかとお願いして、承諾をしてくださったお二方がおります。まず今日、1時でしたっけからのステージワッカーというね、ユニットで、出演をされておりました、田中圭介さん、はい、ありがとうございます。そして、ギターの方ですね、昨日鳥を飾りましたモール会場でですね、かっこいいバンドでね、鳥を飾っていただきました秋名三日月さんはい、三日月さんはホーム、あ、じゃあ、ありがとうセブンにね参加されていらっしゃるということでね、あ、6?7はこっち、7こっち、あ、そうなんですね、そっか、1個ずれてた、ごめんなさい。でも皆さん出てるということで、参加しているということで、ありがとうね、ぜひね、そう、揃えてほしいですね、ありがとうというCD をね、ぜひよろしくお願いします。オールスターですね、ある意味はい。で、続いてなんですけれども、今年はね、こう無観客配信になってしまった、きっかけでもありますコロナウイルスが、広がってしまってですね、お花見もできない、そんな、状況になっておりますけれども、まだね北海道はどっちにしてもね桜はねまだ咲いてないんですよね、まあ、つぼみとかはあると思うんですけど、まだ寒くて今日も10度、最高気温が10度ぐらいだということで、まあ、桜の花が自体が見られるのはいつ頃かなっていう状態ではあるんですけれども、春の曲をね今日持ってまいりました。春の街という曲を続いて聴いていただきたいと思います。
頃に戻りたくて、あの頃に戻れなくて、いつの間にか大人に近づいてたんだ。春が舞う川辺や沈んでく夕日が、一人ぼっち澄んだ空気が遠く遠くまで少しずつ変わっている気がして、ピンク色に染められた街をその先へ向かって行くよ。春を告げる風は強く明日へと吹き抜けて、春を告げる風は強く明日へと吹き抜けて行くよ。優しい匂いや優しい思い出が花びらの雨に埋もれてしまっても、繰り返していく日々は初めての世界が広がっていく。いつも通る慣れたこの道も少しずつ変わっている気がして、ピンク色に染められた街を新しい自分で歩くよ。いつかこんな自分も少しずつ変わっていく、行くのかな。まだこんなにも冷たくて、春を告げる風はまだこんなにも強く強く、春を告げる風はまだこんなにも冷たくて、春の街という曲でした。ありがとうございます。それでは、時間も限られていますので、次の曲で最後にしたいと思います。なんかね、コメントを読みたかったんですけど読み方がわからなかったんでせっかくここでね開いてるんですよ、私は開いてて準備したのに、どうやって見てたんだろうごめんなさいそう、きっとね、なんかコメントくれてる方とかもいると思うんですけど、はい、ですね、今後の、ライブはね、本当コロナの影響でわからないんですけれども、私も普段配信ライブとかもさせていただいておりますので、もしよろしければ、ツイッターなんかでその情報もちょっと見ていただいて、お家でね引き続き楽しんでいただけたらなと思っております。何よりも今日は、最後までまだまだね、この後いろんな会場でたくさんの方が出演されるので、このね週末、ゆっくりと過ごされている方、皆さん、最後まで楽しんで、いい夢を見て、明日からまたお仕事の方もね、まあ、在宅でも含めてお仕事の方もいらっしゃると思いますので、また1週間頑張って過ごしていけたらなと思っております。そしてホームセブンがきちんと開催になった
暁にはぜひね、会場に足を運んでいただけたらなと思っております。では最後の曲いきたいと思います。最後は7305という、曲を歌って終わりたいと思います。今日は本当に、この配信枠で、ね、ご覧いただいた皆さんありがとうございました。育って緑色が増えた頃、優しい腕に初めて包まれてた。流れる季節の合間から懐かしい思い出が覗く。そして私は大人になる。あれもこれもいろいろ抱えて、もしもその時が来たなら、またお帰りと迎えてね。徐々に大きくなったり、褒められたくて背伸びもたくさんした。流れた時間の合間から、懐かしい言葉が聞こえる。そして私は大人になる。あれもこれもいろいろ抱えて、もしもその時が来たなら、またお帰りと迎えてね。そして私は大人になる。あれもこれもいろいろ抱えて、もしもその時が来たなら、そして私は大人になる。ありがとうございました。大島理沙でした。